水彩画家おさむチャンネルへようこそ。今回の日向ぼっこはハロウィンと日本行きの話。10月31日はハロウィンですね。私にはそれほど意味のある日ではありませんが、その時期に日本で行われた作品展のことが懐かしく思い出されます。それは日本に住む友人でアーティストの M 氏からのメールで始まりました。日本で作品展を一緒にやらないかというのです。夢のような話で興味を持ちました。メールを交換しながら詳しく話すうち、それは現実的になってきました。 M 氏の知る家老と話がついたということでした。最初の作品展を予定した年は急なこともあり、日本へ行けそうもありませんでした。それで作品だけを送ることになりました。私の挨拶ビデオ動画も用意しました。第1回の作品展は M 氏の友人で E 氏も一緒で3人展となりました。作品展は思ったより好調で作品も売れました。2010年の春のことですね。1回目が成功に終わり、続けて作品展をやりたいねと M 氏と話し合いました。その結果2回目の作品展は1年置いて2012年の秋にすることになりました。その頃の日本の気候は安定していて、展覧会を行ういい季節かと思ったのです。2回目からは私も画廊に出向きました。作品展に合わせて10月末から11月にかけて日本へ行くことになります。なので毎年ハロウィンの頃は日本でした。お土産にハロウィングッズを買ったのを思い出します。2回目の日本行きから私のアメリカ人の友人 N 氏が一緒でした。彼は以前グループツアーで日本へ行ったことがあり、日本が好きになったそうです。日本での作品展は9年間続きました。ギャラリーに顔を出したのはそのうち7回です。最初と最後の作品展は欠席でした。2019年が我々の作品展最後の年です。単なる偶然ですが COVID-19 が始まった年です。なので私の頭の中ではコロナの影響で私たちの作品展が終わってしまったと思うことにしてます。この経験は本当にいい思い出になりました。日本での作品展、そしてその機会を作ってくれた M 氏に感謝です。それではこれで今日の話は終わります。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントなどいただけたら嬉しいですね。チャンネル登録もよろしく。それでは次のビデオで会いましょう。さようなら。